はいどうも、今回はですねゼノギアスに登場するベルトールの再現機解説となっております。こちらもねリクエストいただいた機体でねまた力を入れて作らせていただきました。それでは今回使用したガンプラパーツを見ていきましょう。今回使用したガンプラはですね、上から順にベールライダー、カバカーリー、ガンダムエアリアル、アストレイ、ブルーフレーム、シナンジュって感じですね。それではパーツの調整位置を頭から順に見ていきます。続いてビルダーズパーツです。上から順に強化センサーユニット、五連装ミサイルポット、ウィングバインダー、 GN 粒子コンデンサー、トサカ型アンテナ、これもね上から順にまた調整位置見ていきます。はい、以上がですね今回使用したガンプラとビルダーズパーツの調整位置でした。まあ、今回のねこのゼノギアスのベルトールってやつなんですけど、胸の部分というかね体がねかなり難しかったです。まあこれ原作のものとねちょっと見比べてもらいたいんですけど、まあどうですかね、雰囲気は出てると思うんですよ、雰囲気は。ちょっと完全再現はねなかなか難しかったです。ちょっとビルダーズパーツとガンプラの組み合わせでもねこれが限界かなって思うんでね、いやー申し訳ねえ。それではね、お次はカラーリング見ていきます。で今回ねカラーリング頑張ってますね、本当に雰囲気寄せるために。あの塗り分けでねめちゃめちゃにパーツのね表現させていただいております。まあねこれも頭から順に見ていきます。まあこんな感じです。今回はね、本当に色分けにね、多分助けられてると思うんだよな。まあね、これ左がね、色塗り分けてないもので、こっちがね、塗り分けてる方なんですけど、どうですかね、塗り分けてない方が良かったのかな。まあでも、僕なりにね、頑張った結果なんでね、今回の成果はこちらのね右側のものとなっております。まあどうだろうな、本当にね雰囲気は出せたと思うんですよ。頭のねこのバインダーというかバイザーか、バイザーの部分のこの赤の部分であったりとか、肩のねこういうところ、あと腹回りもねめちゃめちゃ頑張ったし、まあ本当ねなんか胸のね装甲みたいなのが結構ね表現難しくて、この今回ねミサイルポット君に頑張ってもらってではいるんですけど、ちょっとでっかいよね。ただサイズをちっちゃくするとカバカーリーのね胸の部分のなんか排気みたいなところがね頭出しちゃうから、これがねちょっと限界かなと思っちゃうんだよな。で他にですね、まあ、もし頭パーツ代用するんであれば、このペールライダー以外にね候補に挙げてたのが、まあ、バルバトス系ですかね。これの、まあ、角なしのものをね使ってもらえば、まあよりね近づく可能性もあるにはあるとは思うんですけど、塗り分けでねこの頭の部分の赤と白の塗り分けができなかったんですよね、バルバトスだと。だから今回ペールライダーにしております。であとは全体のねこの等身バランスものすごく難しくて、カバカーリーとかを大きくしすぎるとやっぱ足もねまたそれに合わせて大きくしてはいくんですが、なんかそれだとねごつくなりすぎるっていうか、まあ、本当にね今のこの大きさがめちゃめちゃ絶妙なバランスなんじゃないかなと思うんですよね。まあもしねこれ同じように作る方いればね、ちょっとこう自分でね、まあ、調整してみてください。まあ好みのね等身にしてもらうのが一番だと思うんですけど、
まあ刀身のねバランス考えるとね、僕にとってはねこれがベストなんじゃないかなと思っております。以上がですね、今回のこのベルトール再現機解説でした。皆様いかがだったでしょうか。まあなんとかね雰囲気は抑えれてると思うんでですね、まあリクエストしていただいた方にねもう本当に満足できるように全力尽くしましたんでね納めください。で、あと一つね、このベルトールに関して情報がありまして、2025年2月にゼノギアスのこのベルトールがですね、新しい稼働フィギュアとして発売されるみたいですね。ハイエンドモデルでめちゃめちゃかっこいいフィギュアがね発売されるみたいなんで、もしよければねそちらもチェックしてみてください。ちょっとね値段が調べれてないんでわかんないんですけど、公式ページのね URL 概要欄に貼っておきますんで、まあよければねちょっと見てみてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。また新しく動画出ましたら最後までご視聴していただけると幸いでございます。ではチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。